アメリカにも長時間労働とか過労死があるかの続きです。続きについてしどろもどろに語ります。なぜしどろもどろかと言いますと、長時間労働過労死はどこの国でもあるだろうとか、日本にもホワイト企業があるとか個人差があるとか、そういう話が出ちゃうんですけども、私がね、私行動範囲が狭い人間で人生経験もそんな大したことないんですけども、その中でちょっと、思ったことを言おうかなと思います。そして、私は主人とちょっと昨日聞いたんですよ。で、私の主人はアメリカ人で、ニュースとかちゃんと見る人です。で、もちろんね、私よりちゃんとした人なんで、でちょっと聞いてみましたよ。どうもね、日本人は、アメリカ人は残業しないとかそういうふうに思ってるみたいだけど、どうみたいなふうに聞いたんですよ。で、それは残業する人もいるし、で、残業するのは効率が悪くて能力が悪いからだっていう言い分、それどう思うって聞いたら、それはミスコンセプションだよって。ミスコンセプションっていうのは勘違いとか、ちょっと何でしょうね、例えば、一昔前というか、例えば20年前30年前の欧米人がもし日本人女性のことを、日本人女性は芸者だって言ったら、なんじゃそれ、それミスコンセプションだよっていうふうに。ミスコンセプション、ちょっと辞書を引いてみてください。いろいろちょっと面白いことが出てます。で、ちょっと個人差があるって言ったら、もうそれだけで、しどろもどろ動画撮る意味がなくなっちゃうんで、じゃあ私が思ったこと言えばいいのかな。とですね、無理な残業とかはそんなに しない、してる人もいるけれども、日本ほどじゃない。だけどアメリカ人はもうどの人もこの人も忙しそうだなって思いますね。で、例えば正社員で9時から6時働いてる人が平日の夜とか週末に何かフリーランスでアルバイトしたりとか、そういう人もいっぱいいるし、今正社員じゃないからパートタイム、アルバイトを掛け持ち2つとか3つとかで、私の場合は、個人事業主とか個人請負っていうのかな、インディペンデントコントラクターで、Airbnb のホストもやってます。犬の散歩もやってます。ペットシッターもやってます。時々通訳やってますって、掛け持ちをするから、忙しいっていうことですね。で、あと過労死とかはもちろんアメリカもその30代40代とかで、平均寿命よりも若い人が死んじゃうケースがもちろんそれは あるでしょうよね。でかといって過労死っていう話が出ないんですよね。でそれなんでだろうって、これ私リサーチなしで言いますけども、その例えばアメリカ人が44歳45歳とかで亡くなった場合、多分ですけどもね、周りの人は あいつ太ってたからなとか、そういえばあいつ奥さんと別居状態だったよなとか、そういえばあいつ離婚の真っ最中だったよなとか、離婚した直後だったよなとかで、仕事以外の要因とかがあるからそれで過労死って言わないのかなとか、ちょっとこれは私の想像ですよ。でなんかそんなこと言うと、じゃ あの英語圏以外の人間は、離婚も別居もない世界なのかっていうと、そういう意味じゃないんですけども、
投資っていうのがないで、だけども、あの労働災害は、まあ、労働災害とか殉職とかそういうのはいっぱいあると思いますね、まあ、アメリカだと、まあ、労働災害だと、まあ、あの工事現場の なんちゃらかんちゃらとか、殉職だと警察官とか軍人ですよね。で、あで軍人、退役軍人が自殺っていうのもすごいいっぱいあるらしいで、何月だったっけな、秋の何月だったかは、自殺予防月間とかっていうのも言うんですけども、でそれが過労死っていうふうになってんのかとか、ちょっとそれ分かんないですね。そうですね、なぜアメリカではそんなに、あのであのあのデス・バイ・オーバーワークっていうと、まあ、日本のことを言ってるケースが多い、なんかこう、あの英語でググってみると、まあ、どうもアメリカ人は日本人のことかわいそがってるのかなとかちょっと思いましたね。で、なんでだろうなとも思うんですけども、かわいそがりたいんですかね。そのよく Google イメージとかで日本人 あの本来なら真面目なサラリーマンがこう、寝転がって泥酔してる、足開いてとか、でそうでアメリカではそういう人前で泥酔してってことをすると、まあ、なんか犯罪らしいですよ、まあ、あの連邦の犯罪なのか州の犯罪なのか条例なのか軽犯罪なのかちょっとそれは分かんないですけども、あのなんか人前でお酒飲んだ後寝っ転がってて、それが前科についたって人、まあ、私も 見たことがあるんで、で、まあ、アメリカと、そうですね、まあ、立ちションとかしてる人も全然見た、あんまりっていうか、まあ、15年に一度見たことあるかないかぐらいだし、であと唾を吐く行為もいけないらしいですね。あの、まあ、そんな感じですかね。で、私あのアメリカについてっていうか、まあ、アメリカに限らず、アメリカについて何か語るときに、あのそのアメリカ人の平均的な人物像とかって案外分かりにくいっていうか、あの なんて言っていいか分かんなくて、こうビクビクしちゃうんですよ、私なんか。例えばなぜかっていうと、東海岸と西海岸で文化が違うし、で人種もあの白人、黒人、中南米、アジア系、アフリカ系、いろいろいるわけですよね。であと、あの、民主党と共和党、その都会派の人と、あと保守的な、あの保守的な州に住んでる人とか、そういうのもあるんで、アメリカ人はどうってちょっと言いにくいんですよ。でそうなるとちょっとしどろもどろな言い方になってしまいますね。でだけども、私がまあ、95% 以上のはっきりした割合で言えるのは、アメリカではあの言葉の暴力とかパワハラとか少ないと思いますね。なぜかっていうと、まあ、一応公の場ではその人種差別とか容姿による差別とか、そういう露骨なことはしちゃいけないことになってますよね、アメリカでは。日本ではまだやっていいみたいですけども、なので私もあの日本人だからとかアジア人だからとか英語が、第二国語だからって露骨に言われたのは、ミシシッピに住んでた時にあの仕事で電話を取った時だけですよ。で電話取った時だと、まあ、相手の顔も名前とかもそんな見えないから、そういうことしたんだと思いますけども、
普段の生活ではそんなにそういう差別的な言葉の暴力とかってないと思いますね。で、じゃあアメリカはバラ色なのかとか、長時間労働とか過労死は絶対ないのかっていうと、で、ちょっと私が疑いの目を向けてるのは、いわゆるビザなしで来た移民の人たち、ドキュメントのない移民の人たち、アンドキュメンティッド・イミグレンツ、ああいう人たちはもしかしたら、もしかしたらっていうか、まあ十中八九ひどい目に遭ってるかもしれないですよ。なぜかっていうと、そういうドキュメントのない移民の人たちは病院に例えば体具合悪くなって病院に行かなきゃいけない時でも病院に行くの怖がるんですよね。病院に行ったことで、強制送還されるんじゃないかとか、そんなことないんですけどもね、そういう心配をしてるから。病院にも行かない人とかもいるし、で、まあ、夫婦間の DV、ドメスティックバイオレンスとかでも助けを求めないケースが多いって言うんですよ。助けを求めたら強制送還されるんじゃないかとか。で、それは国際結婚に限らず、その移民同士の結婚の場合も、まあ、あるはずなんですけども。なので、そういうドキュメントのない移民の人の場合はもう長時間労働とかパワハラとかそういうのありまくりかもしれないなって。まあ、ヒューマントリフィトラフィッキングでしたっけ、人身売買でもそういうのもアメリカでもあるみたいだし、子供の子供が犠牲になるいろんなケースがあるみたいなんで。まあ、あるんじゃないかなと思いますね。まあ、だけども、私は49歳の女性で、今まで住んできた場所がミシシッピ州、カリフォルニア州、メリーランド州なんで、まあ、ちょっとニューヨークの経験がまるでないっていうのはちょっと寂しいなって自分でも思うんですけれど、アメリカに住んでた経験で。そうですね、まあ、私はそんなに、そうですね、日本のいじめとかパワハラの方がよっぽどひどいなと思いますね。ちょっと昨日の動画と同じようなこと言っちゃいましたけども、でもちょっとここでね、ちょっと言い訳がましく言いますけれど、私がどうもね、しどろもどろ系になってしまうのは、アメリカはこうだってちょっと断言しにくいところがあるんですよ。まあ、もちろん何か私喋る前に、これは私一人が考えたことで、十中八九少数意見、または異端の意見だと、異端者の意見かと思いますっていう、ちょっとそういう一言を言ってから喋ろうかとは思います。では、ありがとうございました。最後までもし聞いてくださった方がいらっしゃれば。はい。では、失礼します。